皆さんこんにちは。今回開催するマネーファイトクラブのボスことアンディ南野です。どうも。今回は、今月末から開催していく新イベントマネーファイトの概要を詳細、今からお伝えしていきます。で、早速マネーファイトについての詳細説明していくんですが、説明不足、伝え間違いがあってはいけないので、手元にある資料を読みながら説明していきます。まず出場条件は、年齢は不問です。何歳でもいいです。ただ下は、最低高校生以上で、格闘技経験も不問で、格闘技や殴り合いでお金を稼ぎたい気持ちがあれば誰でも参加 OK です。ただ勢いや口だけの弱い選手はいりません。うちは実力も兼ね備えてないと使いたくありません。で、その辺はエントリー送ってもらったら、しっかり書類選考、情報調査して、実力も伴っているかどうかしっかり調べて、試合でうちで使うかどうか決めます。で、喧嘩や殴り合いや格闘技に自信のある方のみ応募してください。それ以外にも口だけ達者とか、有名になりたいからとりあえず出たいねとか、そういう人は今はいりません。マネーファイトにはそんな選手は必要ありません。で、プロアマは問いません。なぜかというと、プロ同士、アマ同士の試合でもいいし、プロ対アマ、アマ対プロもお互いの承認取れれば組みます。なぜなら、プロに勝つアマもいてるし、アマに負けるようなプロもやっぱりいてるんで、だからプロ対アマも組みます。ただ対戦相手については、実力や体重その他もろもろ、きっちりしたマッチメイクやります。任せてください。対戦形式は MMA ルール、キックボクシングルール、ボクシングルール、その3つでいきます。で、 MMA ルール、キックルールは2分2ラウンドオープンフィンガーグローブで、ボクシングルールは3分2ラウンド。こちらもボクシング、オープンフィンガーグローブでやります。で、試合に勝てば、賞金総取り式でやります。どういうことかというと、賞金は観客の方に最低500円ずつ完敗してもらいます。で、500円から上限なし。で、賞金完敗は試合直前にスタッフが客席の周りを、客席の中を歩いて、完敗ボックスに、投げ入れてもらう形です。投げ銭式っていう言い方もあるね。で、観客の方は1大会につき、大体3試合から5試合、試合をやります。で、そのいずれか最低1試合、もしくは全ての試合に入れてもらってもいいんやけど、最低1試合は必ずお金入れてください。で、全試合に完敗できるっていう人は、もちろん全試合にしてもらってもいいんで、いくらでもしてください。はい。で、選手の付き添いで来ている、例えばセコンドや知り合い、お友達、ジムに所属していれば、所属のジムの、関係者の人たち、ご家族来てても、看板は必ず漏れなく仕上げてください。お願いします。で、会場の入場料は無料です。ですんで、入場料の代わりに看板をしてもらうっていうふうに思ってください。だいたい1試合、1大会、どんな大会行ってもだいたい入場料3000円、5000円、1万円、5万円かかりますと思ったら、カンパ、それはもう選手に純粋にそのまま 100% 入るもんなんで、この選手買ってほしいな、この選手買ったら、この選手たちのどっちでもいいから、この賞金あげたいなと思ったら、それをカンパボックスに入れてあげてください。そのまま選手に渡ります。で、マネーファイトは今後2回から、1月に2回から3回の開催を考えています。で、まず第1回目はうちの大阪キック TV ネーション、大阪府大東市にあるうちのジムですけども、そのリングでやります。1月29日日曜日が第1回目です。で、今回そのこのマネーファイトやろうと思ったいきさつで言えば、格闘技や格闘家や喧嘩師がほんまに試合で、格闘技で稼げるシステムを作ってあげたいなと思ったからです。喧嘩好きや喧嘩師の方はこれをきっかけにプロ、セミプロになってもいいと思うし、で、アマの
アマの格闘家、プロの、プロの格闘家、セミプロ、まあ、アマでもいいんですけど、そういう格闘家の人たちは、もしくは、喧嘩自慢、試合に出たいね、試合に出てプロのやつ倒したいね、そういう人らはどんどんうちのマネーファイト出てみてください。出ると必ずいいことがあります。いいことというのはスポンサーがつく可能性が大いにあるということです。私はいろんなスポンサーも経験もちろんあるんですけど、こちらからすればその一選手にっていうのをもちろんしてあげたいんやけど、この選手にしてあげたいなって思う選手が知名度のある大会、知名度のある何かしらやるときに、あ、聞いたことあんな、あんな知名度のある有名なとこ行くんやったらこっちもいつもより大きくしたるわとか、まあ無名の時から知ってるけど、君いよいよああいう有名なところで一花咲かせに舞台上がるんやったらスポンサーしてあげるよとかっていうので、スポンサーってしてあげたくなるもんなんで、でうちのイベントは今回第1回目ですけど、必ずスーパー知名度の高いイベントになります。なぜなら、このアンディ南野が本気になっているからです。必ず有名なビッグな大会になるし、そこに出てる選手たちに必ず最高のお金という恩恵が降りてくるようなシステムを作ります。で、参加選手は随時募集しています。お気軽に各 SNS、私の SNS は概要欄に貼っておきますので、そこから私アンディ南野にボスに、マネーファイトクラブのボスに連絡してきてください。で、今回、1月29日第1回やるんですけど、そのエントリーは、今日が1月13日金曜日ですので1月15の日曜日まで受けます。で、ちなみに今すでに10選手ほどエントリー来てます。ただ3試合から5試合しかしないんで、この10人いてても、全てがピチッと合う10人じゃないから、今、組めてる試合は5試合もありません。ですので、まだまだエントリー枠はあります。ただ枠があるからって言って誰でも出しませんけども、まずはエントリーしてみてください。うちの この先のマネーファイトっていうイベントが5回、10回、20回になっていった時に、第1回目に出たっていうのはものすごい値打ち、プレミアつきます。なんで必ず、有名、まあ、お金稼ぎたい、格闘技で飯食いたいっていう人で、喧嘩自慢、その他、うちのイベントにぜひエントリーしてみてください。待ってます。で、ここから少し、大事なお願い事があるんですけども、マネーファイトの協賛スポンサー、随時募集しています。応援していただける方は協賛ぜひともお願いしたいです。個人様、会社様、もちろん、どちらでも構いません。お願いします。で、スポンサーになっていただける方へのメリットとしては、 YouTube のうちの YouTube アンディ伝説でマネーファイト動画流していきますが、そちらの動画内で会社名もしくは個人名の、クレジット表示したり、うちの TV ネーションの事務内にスポンサー様の会社名もしくは個人名をプレート設置とさせていただきます。協賛は一口月3万円からでお願いします。そのからっていうのは、何で変わってくるかというと、クレジットに表示したい内容盛りだくさんにしたいとか、事務内に載せたい、掲示したいプレートこんな大きくしたいねとか、何か所も貼りたいねとかですと、協賛の金額は、変わるっていうことです。で、詳細についてはお気軽にぜひお問い合わせください。このイベントは私の、熱い志と集まってくる選手たちの、熱い気持ちだけではもちろん運営はできません。このこういうイベントをしっかり継続して大きくしていきたいんですが、ぜひともスポンサー様のお力なくしては無理なので、何卒よろしくお願いします。
で、もう一回改めます、ここからマネーファイトに参加したい選手に伝えたい、マネーファイトに参加したい選手に伝えたいことがあるんですが、結局格闘家はスポンサーさんがおってなんぼです。でスポンサーさんがいればより格闘技に集中できます。自分のなりたいものになります。でスポンサーさんがいないとやはり格闘技の試合だけでお金にするっていうのは難しいです。で練習時間を割いて自分の生活費を捻出するアルバイト仕事に精を出すと練習に集中できない。練習に集中しすぎるとやっぱり自分が必要に、生活に必要なお金を稼ぐことができない。なのですごい格闘家って難しくて、仕事に集中もできない、格闘技に集中もできないっていうのが今の約8割ぐらいの格闘家ってそうだと思います。ただ強ければいいんかっていうのではそうじゃなくて、スポンサーを引きつける魅力っていうのがなければやっぱり強いだけでは格闘家としてご飯食べていくのは正直難しいと思います。ですんで格闘家としての魅力やオーラや弾力をうちのマネーファイトに出てぜひ磨いてほしいです。うちのイベントに出ればその辺は磨けます。なぜかというと私も教え、そういうことを伝えてこうしたらいいんじゃない、ああしたらいいんだ教えていきますし、でうちの、この YouTube の動画でどんどんマネーファイトっていうイベントのことが世に知られていった時に、やっぱりその人に見られる、でいろんな人の人気を、人気者になりたい、スターになりたいっていうのは人に見られて磨かれるもんなんで、うちのチャンネルに、うちのイベントに出れば必ずたくさんの人の目に、見られることになります。必然的に必ず磨かれます。それはもう任せてください。で別に俺はもう格闘家じゃなくても殴り合いして欲しい、お金欲しいだけやねんとか、そんな人でもいいです。お金を稼ぐためのイベントがマネーファイトなんで、格闘家じゃなくてももちろんうち出てください。であなたのその、喧嘩自慢の人の闘争心を犯罪としての喧嘩じゃなくてマネーファイトでぜひお金に変えてください。ただ口だけの弱い人間は勝てません。うちの今エントリー来てる10名ほどもまあまあ実力者揃ってきてます。それはまあ後ほど軽く説明しますね。選手紹介やります。で鍛えて強くなってマネーファイトで大金稼いでください。観客の中にはもうこの試合この選手のためやったら10万20万出したるわっていう人ももちろんいてると思うんですけど、ただそれは出場する君たちのスター性や魅力があってこそ、そして実力が伴ってこそ、いろんなそのよしこの試合にお金出したるわっていう人がおっても、例えばでも負ければ相手選手のお金になってしまうし、いろいろ磨いてください。でたまにこんな人いてます。格闘技俺お金のためにやってんちゃうからって言うけど、何すんのもお金いるから。綺麗事は言いません。自分が磨いてきた格闘技としての実力、努力、闘争心、負けん気でお金を頑張って稼いでください。綺麗事は言いません。世の中の9割5分のことはお金がないとできません。いいことで、そのお金は自分を磨くため、そして世の中にいいことをするために大金を稼いでください。戦ってお金を稼ぐ、戦って大金稼げるっていうのはもう格闘家としての大きなステータスです。身につけてください。でさらに今年は賞金総額1000万2000万クラスの大きい、関西最大級の関西キングというイベントも今計画していってます、予定しています。でこちらに関してはまたしっかりと内容を、内容が決まってきてから正式に随時、公式発表していきます。お楽しみにしていてください。これはもうすごいものになります。そして、何度も言いますがマネーファイト、これはもう伝説の格闘イベントにします。まずは選手、そしてスポンサー様ともに
何卒ご協力でご参加をよろしくお願いします。それでは、締めの前にですね、ちょっと集まってきてる選手何名かだけちょっと紹介します。まずは、チームキング、ボクシングのヒロキング選手のところのジムやね、チームキングの勇龍馬選手、見えるかな。そしてスモーカージム、あのライジンに出てる萩原恭平選手が、いてるスモーカージムから野口壮太選手、ちょっと写真ありません。で、高田凛選手、スモーカージム。そしてもう一名スモーカージム、藤井武人選手。ちょっとこれも写真ちょっと印刷できてません、すいません。そしてヒートジムより片岡優太選手。特にその、まあ、うちのマネーファイトに、この片岡優太選手はぜひとも出たいですっていうのも数ヶ月前から言ってくれてて、で実は自分が試合にマネアンディさんとこのアンディボスのとこのマネーファイト出るってなった時に、お前試合出るんやったらスポンサーするわっていうのがもう十何社も集まったんですけど、どうしたらいいですかって言うて、スポンサー様から、スポンサー協賛金の受け取りの仕方、それに対する例えばキックパンツ作ってここにこういうふうにスポンサーのお名前載せたらいいよっていうのも全て私が優太選手にレクチャーしています。そして今試合に出るというだけで数多くのスポンサー様からすでにお金を稼いでる優太選手です。まあ、頑張ってほしいですね。で、あとは伝説のあの地下格闘技チャンピオンサップ西成選手も今エントリーくれています。でそれに宮尾選手を今探していますんで、ぜひともエントリーください。で今ちょっとデータ、印刷間に合わなかったんやけど、ここに集まってる選手以外にも来ています。今ちょうど今10名かな来ています。でこの動画が公開されれば、俺もとどんどんエントリーくれれば、こちらでパシッと先行して稼げるチャンス作りますんで、ぜひともエントリーください。そして重ね重ねですが、スポンサー様の大募集していますんでよろしくお願いします。それでは本日はこの辺で、また随時いろいろ発表していきますんで、チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。それでは、マネーファイトクラブのボスアンディ南野でした。ありがとうございます。